原田拓は、日本の陸上競技長距離走、マラソン選手。国士館大学出身で、所属は、八千代工業アパレル東エネック、ランニングスクールフロックを創業。2012年ホノルルマラソン日本人1位。2014年軽井沢リゾートマラソン2日、連続総合優勝2014年ホノルルマラソン、日本人1位。 2015年、ハパルアハーフマラソン招待選手2015年、ジャルコノルルマラソン公認トレーナー就任、スポーツブランド、デッカックスポーティフ商品開発アドバイザー契約、名古屋市委託事業名城公園隣の協力企業として、ランニングスクールフロック移転2017年1月、子どもたちに正しい走り方を指導する、キッズ走り方教室を、名古屋市内の幼稚園、保育園、 小学校を中心に開校。全国からの依頼に応えマラソン大会、イベント等でも開校し話題。1999年4月、湘南高科大学附属高等学校に入学し、2002年1月3年生の時には全国都道府県大抗男子駅伝競争大会で神奈川県代表として一区を走る。2002年4月、国士館大学へ進学し、 二年生で、箱根駅伝3区を走り、4人抜きの7位。四年生では4区を走り1人抜きの15位。2004年7月、日本 i c ハーフマラソン7位、入賞2006年、実業団八千代工業へ入社。11月に開催された中部実業団、対抗駅伝競争大会では6区を走り、区間3位となる。2008年5月、ボールダーボールダーに、 日本代表選手として出場。2009年1月、全日本実業団対抗駅伝では、4区を走り2人抜きの16位2010年当時、JR 東日本を退社し、ニートランナーとしても注目を浴びていた、藤原真のトレーニングパートナーになる。2011年実業団東エネック入社、中部実業団対抗駅伝競争大会、名記駅伝に出場する。 2012年2016年リオデジャネイロ五輪出場を目指し実業団を退社2012年12月9日開催された第40回ホノルルマラソンでは日本人1位となる2013年プロマラソンランナーとしての活動をスタートさせる2015年スポーツブランドレッカックスポーティフ商品開発アドバイザー契約を結ぶ2015年12月 レッカックスポーティフとの最初のコラボレーションウェア、ハイビスカス総柄のランニングウェアを開発話題となるまた、マラソンの力を通じて、子供たちの心と体の育成をサポートすると主張し、キッズ走り型教室を2017年からスタート。2017年4月27日には、名古屋市委託事業名所公園隣の協力企業として、ランニングスクールフロック移転。 ありがとうございます。